はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はい、どうも、シトです。ご無沙汰しております。ご無沙汰はしてないよ。ジャックポット開けましておめでとう。あ、これ新年一発目。あ、行っちゃった。はい、ということで今日の企画を一体何をするのか。ジャックポットって言ったよね、今。ジャックポットボートレース、イエーイ。そうか、そんなにやってなかったか。前回やったのがあれですよ、三好さんですよ。三好さんと一緒にやった。あ、じゃあ本当に年末の平和島だ。久しぶりのジャックポットというところで、まあ、早速買い目もろもろの方を決めていきたいなと、はいはいはい、久々ですね。なんかそういう、いつもはなんか首都くんほらやろうとかって、ああ、そういうサプライズ系ね。サプライズというか、あの恐喝まがいな。今ね、1月の17日火曜、そして今現地で昼の12時なんですけれども、はい、まあ、今日夜ね、大村でミッドナイトボートレースですよ。はい、ありますね。17時から、まあ、22時ぐらいまであるというところで。今からやるってことはナイター買うってこと？さようでございます。ナイター限定でやろうかなっていうところで、出目をどうしようかなっていろいろ考えたんですよ、はい、で、まあ、一応ジャックポットね、こう毎回動画出していくたびにたくさんの方たちが徹夜をしてまで、うん、あー、コメントだ。そう、コメントでね、今ね、たくさんの今徹夜が流行ってます。だからもうシトエドの視聴者さん寝てない説っていうのが、ね、いやちょっとね、不眠不休みたいな感じで非常に申し訳ないなという気持ちはあるんですけれども、本当に感謝申し上げます。はい、ありがとうございます。はい、でそんな中ね、いろいろとこうコメントバーって見てって、はい、こちらのコメントをちょっと見ていただきたいんですけれども、はいはい、お願いします。100発徹した時に悟りを開きました。結局全レース124、126だけ買っとけばかなり勝ちます。たまに126で満州ぶち当たりますと。ちょっとすいません、あの煩悩の数徹夜したやつがいるんですよ。私はこれに感銘を受けましたね。本当。死んでるだよ、嘘だろこれだって。いやいやいや。3ヶ月不眠不休して出したっていう、はい、まあそこにね、まず敬意を払いたいっていうのと、ね、いくつかこれ選んだ理由があるんですよ。はい、なんやかんや、まあボックスがいて確かにありだなっていうのがあるんですよね。おうおうおう、これボックスなの？これは124ボックスと126ボックスだけ買っとけばかなり勝ちますっていう解釈を私は勝手にしてるんですけれども、前回のね、覚えてます？爆撃出した時。ああ、はいはい、琵琶湖八千みたいな。琵琶湖八千で、まあいろいろあったんですよ。2頭だの、はい、3頭だので126あった。そう、ピンポイントで12の時だけ6あったんですよ。あったあった。でそれも実際他の場でも買ってみたら満州来たりとかして、ありましたね。だから僕今回、うん、このコメントの方は124、126がいいよっていう風に来たんですけれども、うん、やっぱ僕は最小限の点数で高配当を取りたいっていうところで、まあ、もちろんです。126ボックスをちょっと採用したい。あ、のみのみ。前回の三好さんの、まあ、目のおすすめ8000の中にもあった主力の8000を絞って1点みたいな感じじゃないけど、まあそれに近いインスピレーションを受けて126行こうかなと。いい、ね、やりましょう、やりましょう。あ、いいですか。はい、でしかもこれ6点で12レース買うと7000円ちょっとで、これまた結構買えるんですよ。蒲郡、市間に、下関、大村だ、4条、ね、まあ、大村やないし3条ね、というところで、まあちょっと3条で行こうかなと。わかりました。じゃあこれで、まあ買って、で今日の夜開封しようと。はい、よろしくお願いします。はい、ということでまた後ほど。はい、はい、ということで、まあちょっとね、今から買うんですけれども、うん、はい、ということで、3枚入金しました。でもなんかね、思ったんだけどさ、3畳だけってつまんねえから全畳やっていいんじゃねえこれ。うん、4畳やっちゃおう。まあいいでしょう、主食も怒んないよ、そんなケチケチするようなやつじゃない。で、126と288、だいぶリーズナブルだね、4畳買ってんのに。やっぱ6点って熱いんだな。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いいですね。まあちょっと11倍とかもありますけど。はい、ということで、28,800円入れて購入、残り1,200円で、よし、これで夜までちょっと寝かせたいと思います。ただいまの時刻は22時19分と、はい、あ、そうだ、翔くん1個、はい、伝え忘れました。起きれなかった。いや、起きてたの。ついさっきまで一緒にいた、ずっと一緒にいたでしょ。大村買いました。ああ、そういうことね、うん、はい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 。ミッドナイトやらないつもりだったけど、だけど4畳買ってもまあ2万円ちょっと、はい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 。じゃあ
ちょっとリーズナブル、そうかなりリーズナブルジャックポットだから、1個でも満州とか来た日にはオッケーと、ね、もうペイよペイ。今ねまだこれ結果は見てませんけれども、ここからまたいつもの絞りで、はい、分かりました。いくら久々ですね、はい、じゃあちょっとここからね、今から開封の儀をやっていきたいと思います、はい、ということで、じゃあ今からですね、ちょっと絞りをやっていきたいと思います、うん、本日の残金はですね1200円、つまり1200が、はい、まあ、不適中の場合ね、不適中の場合あります。はい、はい、OK です。さあここからですね絞っていって、今日一日のね結果を見ていきたいなと。大村買ったのか、大村目覚えてるけどあったかなまあいいか、まあ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 見ていきましょうよ。はい、まあまあまあ、まずゼロね、まあここはまあいつもことですよ。はい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 、はい、的中がありますじゃないよねこれ。で違いますね、はい、まあだったらあるんですけど、10万州の的中がありますとか、あ、高額払い戻しがありますじゃないかな、これ。それだとしたらちょっと激アツのお知らせじゃない。アラート、こんなアラート見たことないんだよ。確かにこれ高額払い戻し限定のアラートとかない、これ。確かに。ってことはちょっと今回のジャックポット絞るときこれ両方熱いよね。いやいやいや、演出でしょ。で白文字、白文字なんだ。白文字だけど、いやでも熱いんじゃない。赤文字だったらいい。でもこれ例えば先ほどの高額払い戻しがありますってことは、死が出てきたら熱いってことだよね。ああそうだね、うん、もちろん死待ちだよこれ。死待ち、死が来たら熱ーってなるわけ、はい、なので今回ね初めて上の段と下の段両方熱いですよ皆さん。見るとこ多いですからね今日ちなみにあのこっちの本線の方は1の桁、うん、1に00なので数字があれば、ね、はい、とりあえず0以外、下は0以外、上は4、ひらがなの4です。上関係ないけど、ね、いきます。ゆっくりよ、はい、これ結構忙しいからね今日、見るもの多いから。いやもう上が出演 C じゃなさそうなんだよな。何があるんだ、なんだこれは、なんだこれは。上が出てきた、上のピクセルが見えてきた。あれ、いや、そしてあれ、おっ、的中がある。そして上は何だろうね。確実にこれ何か変更関係だね。規約変更があります。変更がありますか、うん、絶対払い戻しじゃないねこれは。なんだよ、払うとすんなよじゃん。で払い戻し以外のお知らせもあるだろう。1、2、6、6、さあまず1が出てきた、まず1が出てきた、的中確定でございます。的中確定で次の桁はまあ何でも正直いい、うん、さあとりあえず1200円で、今10円でしょ、10円の変換はありませんから、この時点で1000円以上は確定です。で僕の理想はですよ、これ、はい、もう一回1000円、あ、それは激アツ、もう満額です、満額です。え、0、1、2が満額、2はね、2はちょっと厳しいけど、でも126って結構的中率も高めだと思うから、うん、2000円もギリ大丈夫だと思う。5000円あたり、5から9がマジで激ザムだから。なるほど、さあ行きましょう。さあ行ってみよう、お願い。低ければ低いほどいい。これ4じゃない？これは4っぽい。4は結構寒くない？4際どいな、万あるかどうか微妙なとこだね。ギリ寒いんだよね。3000円ってことでしょ。これ厳しいかもな。ちょうど3010円、投資は2万8000円ぐらいって、ね、2万8000円3だった時点で価値確だ。そう、2はダメ、うん、ないよりはいいけどね。じゃあいきますよ、はい、久しぶりだなこれ。お願い、まず会って、何か会っていてほしい。あ、あーやばいやばい、だったらいて。あ、これまずいな。マジかよ。おい、よし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 、1だろ。よし、でも1なんだよ。いや、希望はつない、希望はつない。いや、俺は絶望だと思ってるよ、うん、まあ、絶望の淵からは、まあ、まあまあ、最悪は出した。あ、まあ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 、まずこれを確認して、はい、オッケー。じゃあもう一気にいくよ。いくよ、お願いします。せーの、まあね、ですよね、約半分負けですね。ということで今ね的中結果一覧見てるんですけれども、満州はないか、かなり的中してる。うん、まあヒットはやっぱ、あ、そうか、大村で一回あったもんね、162っていうのは、ね、でもね、162っていう目の割にちょっとやっぱ寂しいんだよね。本線なんだよそれ。
まあ一旦ちょっと他に結果一覧ちょっと見てみよう。そうそうだ、ね、うん、まあでもこれはこれでは別に的中は悪くないけど、ちょっとあの配当が弱かったっていう感じ。そうだ、ね、でもこんなに撤収するとは思わなかったから、これは一つ発見というかいいよね、いいなと思いました、ね、確かに。はい、ということで、こちらですね、本日の払い戻し結果一覧というところで、はいはい、まあ、見ていくんですけど、まあ今日はナイター城をメインにやったわけで、今満州で言ったら一応641っていうのが出てますね、うん、で次今アルカメ、まあ、満州はこことここ、3-2-5-2-5また来たよ、あー出た出た出た、やっぱ3-2-5-2-5いつでも刺さるからな、いつでもあなたと一緒に3-2-5-2-5と。なんかそんなパッとしないよね、まあ、ちょ点数も少ないっていうのもあるかもしれないけど、で下関ちょっと3の日だったんでしょうか、満州1本だけど36、まあ、なんとも言えないと。あちょっとね今日は126のちょっと下振れだったかもしれないな。それでもだいぶ取れた方だと思うよ、これ全く来ないってこともあるからね。まあ確かに村も来て、はい、ということでね、うん、まあちょっと夜もね10時で遅くまでボートやってたわけなんですけれども、まあ、ちょっと今回残念ながら ね126でちょっとボンバーな、うん、船券というかね払い戻し受けることできなかったんですけれども、今思ったのが4点ぐらいフォーメーションじゃなくて、うん、132っていうちょっと当たりそうなやつとの詰め合わせセットみたいな投資信託みたいな感じですね。すごい来たらやばいんだけどなかなか来ないやつと、よく来るんだけどあんまり、あーなるほどね、ここのバランス何対何にするか、本線7割やばいの3割みたいな。なるほどなるほど、こういう詰め合わせパックを提案するのがいいかもしれない、はい、なるほどね。まあでも確かにちょっとね、ずっと穴寄りの目ばっかり買ってましたけれども、そうそうそう、一応こういう風にジャックポットずっと買うってなると、回収率も少し加味した目もね、あの同時に買うっていうのも今後ありだと思いますから、まあもしね、こういった目をチャレンジしてほしい、こういうのはどうでしょうっていったご意見ご感想などありましたらね、ぜひコメント欄で教えてください。はい、我々がね、未然にを切ってやらせていただきます。はい、それでは皆さんありがとうございました。またまた次回。やっぱりね、投資信託デメだよ時代は。だから何なんだよその目は。